新しいソファー型と言っていいのかなの、爪研ぎ届きました。ここのかおりんちゃんが入っているケージにボロボロの爪研ぎありますが、これと交換します。これ奥行きがさ結構あるけど、そのままやってみるか。そっちじゃなくてかおりんちゃんのこっちだよ。白いのがかおりんちゃんか、実はこれ、この爪研ぎはですね、ジャン君たち他、いろいろなニャンコたちにも人気がありますので、かおりんちゃんにはもう一つ、色に合わせて白いやつ。あ、指で触ったら引っ込んじゃった。あれ、ダンボールだもんね。うん、あ、いいか。はい、これからケージの中をちゃんと掃除してですね、入れ替えようと思います。では、はい、クッション型、違う、ソファー型爪研ぎ設営完了いたしました。だいぶきつい感じになってますが、カオリンさん、後で乗ってね。白いカオリンに白い爪研ぎ、いいと思うよ。ここにおもちゃを乗っておこうかな。はい、はい、早速ポンちゃんは慣れたものでですね、いい感じ。新しいと気持ちいいね。ね、よかったね。ポンちゃん、眠い、眠いですか。あ、眠い。かわいいポンちゃん。はい、カオリン降りてきました。警戒中、爪研ぎ中。よかったね、ポンちゃん、新しくなってね。なんか広いってなってる。下のスペースがなくなっちゃったからね、なでなでスペースがないんだね。狭い、うん、でもね、こっちなでなで しにくかったから、うん、できたらペッドっていうか爪研ぎの上にいてくれるとありがたいです、うん、あ、これ入れ忘れてたね、うん、さあそこに行こうとするでしょそんなになっちゃうね。私のおもちゃの高さが狭いかな。まあね、うん、まあ考えて自分で。まあおもちゃのせいじゃないので、うん。まずは慣れてもらってね。その隙間でなでなでは、もうなしだね、きっと。やってみる？あ、なしか。おもちゃをさ、やっぱりこっちに置いてあげたら。うん。かなりいいね。おにゅうの爪研ぎの順番待ちですか？ポンちゃん、そこでね、さっきすごい高かったよ、うん、なかなか順番回ってきませんね。ポンちゃんが満足するまではね。ただね、アンズちゃんがそば通ったらペシってされてたよ。かわいい、はい、はい、かわいい、かわいいね。ぴゃんぴゃん、うん、
じゃな。ジャン君かわいいにゃ。はい、かわいい。そこね、そこのポジションどうも違うと思うよ。はい、ちょっと待ってね。ちょっと難しいことになっているね。どうしてもそこじゃないと嫌なの。うん、せっかくのものを。まあそのうち、なんかここじゃないかってわかるでしょう。トイの上でやってもいいんだよ。ジャン君もポンちゃんの後乗っています。可愛いです、めっちゃ可愛いです。やっぱそれいいっすか。うん、うんね。実はね、ポンちゃんの後アンズちゃんもちょっと乗ったんだよね。そうだったのかい。そうなのね。抜け目なかったね。気がつかなかったよ。でもすぐ降りちゃった。集まってきました。
ポンちゃんは次乗りたいんですけどっていう感じ。はい、お腹空いた？シュール、あっという間に舐めちゃうね。はい、いか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 、母ちゃんいかね、はい、いかね。はいはい、頑張れ頑張れ、食べて食べて、よしよし、いかだね、いかだね。甘えたいの？甘えたいだけなのかもしれません。はい、いかがね。よしよし。